それでは定足数に達しましたので、ただいまから経済企業委員会を開会いたします。本日の委員会に付します案件は先に配布してあります付託表の通りであります。それでは予算議案の審査に入ります。議案第89号令和4年度八代市一般会計補正予算第9号中当委員会関係分を議題とし説明を求めます。それでは第6巻商工費について経済文化交流部から説明願います。委員長、はい、岩崎経済文化交流部長。はい、皆様おはようございます。おはようございます。経済文化交流部岩崎でございます。それでは議案第89号令和4年度八代市一般会計補正予算第9号の経済文化交流部所管部につきまして野口経済文化交流部次長が説明いたしますので、ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。委員長。野口経済文化交流部次長。ございます。経済文化交流部の野口です。恐縮ですが着座にてご説明させていただきます。それでは議案第89号令和4年度八代市一般会計補正予算書第9号をご覧願います。経済企業委員会付託分のうち経済文化交流部関係をご説明いたします。2ページをお願いいたします。歳出の貫禄商工費高一商工費で補正額9678万円を増額し、補正後の額を30億7815万2000円としております。次に7ページをご覧願います。貫禄商工費高一商工費目に商工振興費で補正額9678万円を増額し、補正後の額を22億9781万3000円としております。右側の説明欄の新型コロナウイルス感染症対策事業括弧商店街活性化2678万円はエネルギー食料品価格等の物価高騰の影響により低迷している個人消費の喚起と地域経済の早期回復を目的に八代社交飲食業組合が実施するはしご酒事業や飲食店等の活性化を支援するものでございます。事業内容としましては、1枚1000円の6枚綴りとなっております6000円分の商品券を半額の3000円で販売するものであり、八代社交飲食業組合の加盟店かつ安心な街八代プロジェクト加入店舗におきまして1000円分のチケット1枚で1500円以上の特別メニュー等が提供されるものでございます。販売期間は令和4年12月15日から発行予定数4000冊に到達するまでとし、使用期間は令和5年1月18日から令和5年2月12日までの26日間を予定しております。市からの補助金2678万円の内訳としまして、1冊あたり3000円のプレミアム経費として1200万円、来店者がチケット以上のサービスを楽しめるよう各店舗が独自に企画する集客企画料として1200万円、その他広告宣伝経費等で278万円を計上しております。なお特定財源としまして全額国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を予定しております。その下の原油高騰対策運送事業者等緊急支援事業確保重点交付金7000万円は市民生活や産業活動を支える物資の運送等事業者において原油価格等の高騰に起因する燃料費の負担が甚大となっていることから燃料高騰分の一部を補助し事業者の負担軽減を図るものでございます。事業内容としましては、対象事業者は市内に事業所等を置く中小企業または個人事業者で資本金3億円以下または常時使用する従業員が300人以下のいずれかを満たす会社またポツ個人としています。また対象事業者は貨物自動車運送業及び自動車運行代行業で、
対象車両は普通貨物自動車、小型貨物自動車、随伴用登録車両としております。内訳としまして、普通貨物分は1台4万円の1200台として4800万円、軽以外の小型貨物分は1台3万円の600台として1800万円、軽の小型貨物と運行代行の随伴用登録車両分は1台2万円の200台として400万円を計上しています。なお特定財源は全額国の電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を予定しております。説明については以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、野崎委員。はい、すみません、はしご酒の関係なんですけれども、今回広告宣伝経費って結構お金かけてやられるみたいなんですけど、これはいつもとちょっと違うなっていうふうに思うんですけど、これはなんでなんですかね。なんか意図があってからですか、ね、とまた内容的なところどういうことをやれるかちょっとお聞かせください。はい、松永商工交番振興課長。はい、商工交番振興課松永です。よろしくお願いします。広告宣伝経費の内訳といたしまして、パンフレット、ポスター、チケット印刷代といたしまして、60万円と、広告掲載費、まあ、フリーペーパー等ですね、各3社に50万円と、ウェブサイトでの広告、制作等も含めまして45万円と、チラシ、折り込み費用を25万円を見ております。以上でございます。はい、野崎委員。すみません、分かりました、内訳は分かりました。で、これはその企画として、安氏の方を企画して、こういうことを宣伝したいなっていうようなことで企画されたんですか、それとも事業者の方から提案があったという。松永商工交番振興課長。はい、この事業は社交飲食業組合さんの主体事業といたしまして、八代市が補助事業として行うものでございます。よろしいですか。はい、野崎委員。はい、今ので言えば、社交業組合の方々がそういうことをやりたいんだということで予算化したということで理解でよろしいですかね。はい、もう一点ございますかね。野崎委員。はい、内容はプレミアム経費の方なんですけれども、まあ、3000のやつで4000冊っていうようなことであるんですけど、これは1人当たり何冊まで購入できるとかっていうのは、なんか制限とかあるんですか。松永商工交番振興課長。はい、特にはですね、制限とは設けてございませんけれども、仮に、120店舗加盟店がございましたら、1店舗につき33冊か34冊しか1店舗で売れる冊数がございませんので、そこで売っていただくのはですね、もう任意に売っていただくという形になります。例えば会社で買われる、会社で買われて社員さんに配られるとか、そういったことがありますので、そこまでの制限は設けられないということをお聞きしております。野崎委員。分かりました、ありがとうございました。はい、他にありませんか。委員長。堀口委員。はい、こうやった形で今、現在デジタルプレミアム商品券だったりとか、まあ、こういう、はしご酒だったりとかっていう部分については、経済を回すっていう部分は非常に効果的なものがあるんだろうと思うんですね。で、まあ、今回ちょっと、今はしご酒の事業の部分でお聞きしたいのが、使用店舗については社交業飲食組合に加盟していて、なおかつ安心な町八代プロジェクトに加盟している店舗ということでよかったですよね。で、これ以外の方々、加盟していらっしゃらない方々については何らかのそういう手立てっていう部分は今考えていらっしゃいますか、それともその方々もよかですよっていうようなことなんですかね。はい、松永商工交番振興課長。はい、
ただいまですね、社交飲食業組合さんの組合員さんが約100店舗ぐらいございまして、安心な町の方に入っていらっしゃるのが約800ぐらいございます。ですので800のまず、飲食業さんにご案内を出すという形で、新規組合員さんになっていただくという形でですね、社交飲食業組合さんも組合員を増やしていくという形になれば、この事業に参加していただけるという形になりますので、とその組合に入るハードルをですね、少し下げていただけないかというお願いを今現状打ち出しているところでございます。はい、こんにちは。はい、はい、ありがとうございました。税金を使ってやるわけなんで、少なくともその幅広くですね、参加できるような店舗をやっぱ増やしていった方がいいのかなと思いますので、その辺は今後の課題としてお願いしたいと思います。それとですね、店舗独自の集客企画料、1200万円があるんで、今100店舗というような部分をおっしゃいましたけども、これについて、例えば10万なら10万、やる県が、独自の集客の企画をしてくださいということで、市の方がお金やって、独自で考えていただくという、こういう考えなんですかね。どういうお金なんですかね、これは。はい、松永商工交番振興課長。はい、4000冊と言いましたけれども、4000冊の6枚ですので、掛け算しますと2400枚になります。2400枚、1枚がですね、1枚1000円のチケットが24000枚になりますので、その1枚1000円につき500円、結果的に、1500円になるという形になりますので、ちょっとそこ、はい、1000円にですね、1000円のチケットにプラス500円上乗せしてサービスをしてくれというお願いをしております。そこについて補助をするという形に考えているところでございますけども、その500円の内容、例えばほら集客のための企画ということなので、はい、料理を増やすとか、そうですね、例えば今まで、チケット1000円で30分お店にいられたのが40分にしますとか、生ビールを1杯だったのを2杯にしますとか、そういったですね、プラスアルファ500円分のサービスを各店舗にしていただくという企画料がこの1200万円でございます。以上。はい、ご自身。はい、なんかちょっと よく分かりにくいんですけども、今の説明では、1000円の分の券がありますよって、これが、6枚、6枚綴りですよね、の部分があって6000円になりますと、で1000円プラス500円のなんか特別なサービスをしてくださいねというふうなところで、ということは、56の3000円分をお店の方にあげますよっていう、こんなところでいかがですか。いや、1000円の分で500円でしょ。で、6枚あるならば、1人当たり6枚持っとるわけだいけんが、その1000円に対しての500円の補助をお店にしますよっていうならば、6枚、持ってらっしゃる人たちは、お店は6枚持ってる人が来たならば、そのもうすでに3000円の分はもらえるという、こんな話なんですかね。高田商工公安振興課長補佐。はい、商工公安振興課高田でございます。このチケット そのプラスアルファの500円分でございますが、先ほど松永課長と重複するところがございますが、まず、1000円を持ってきたら、1500円のサービスを、提供できる。でそのサービスの内容が小鉢いっぱいだったりだとか、あと時間を長くするかとか、そういうのは独自の店舗の独自のサービスにで提供いただけるという形で、今回プレミア分の6000円を3000で買うやつと、各店舗独自で商品を出す分に対しての1枚あたり500円を
今回新たにプレミアムとして付けたところでございます。以上でございます。3000です。はい、堀内、はい、ですから今お話のように、私が、買いました6枚ね。でお店に来ました、1000円使います。そしたらお店の提供は1500円ぐらいの提供があるっていう、こんな話ですよね。その500円はお店、市がお店に払いますよっていう、こんな話なんですよね。はい、松永、商工交番課長、振興課長、はい、はい、おっしゃる通りでございます。それは社交飲食業組合さんを通して各集計をされて各お店に行くということになります。あ、はい、堀口委員、はい、ですからさっき私が言ったように6枚のチケットを持っとったならば、1店舗で全部使ってしまうというような話ならば、3000円はまたそこにお店に入るという6000円とは別に入るという話ですよね。なんか美味しいお話じゃありますよね。自分とこの努力という話ではなく、まあまあ それが500円またもらうという話なんですよね、 C からね。はい、なんかよろしいですか。それでよかったなと思って、はい、はい、なります。委員、これ期間が1月18日から、まあ、2月の12日、比較的、まあ、ちょっとこう、まあ、短いのかなというのと、あと、まあ、デジタルの時もなかなかほら、できる人はいいけども、まあ、できない人とか高齢者も含めてですけどね。でちょっとつい先日、まあ、その公平性に欠くじゃないんだけども、こうもう分からんもんがもう一丁あの辺のあの手のやつは分からんって、まあ前回の件も含めてなんだろうけど、やっぱどうしても高齢者の人たちはもうそのなんか手続きがややこしかったり、こう、まあ、タブレット使っての操作スマホとかっていう部分っていうのがやっぱりこう非常にまあ今後課題になってくるのかなっていうのも考えるのと、それとそのまあ期間のまあ設定、まあ、執行部一生懸命考えてのことだから、まあ、それに対してまあどうこうはないんだけども、例えばちょっと危機管理的にたらればの話じゃまずいんだろうけども、その第8波的なことで、まあ、東京でもこうちょっと県外見るともうかなり、行動制限であったり、なかなかこう難しい状況になっているのかなとは思うものの、仮に、まあ、その第8波というか、まあ、そういったことが あった場合にですよ、あった場合にこの事業が、まあ、どういうふうにこう危機管理として想定されているのかをちょっと聞かせてもらえれば。はい、松永商工交番振興課長。はい、現在ですね、行動制限がないというところで、この事業を行う予定でございますけれども、行動制限がございましたらそこはですね、そうですね、そういったところを十分検討するというところですね、今社交飲食業組合さんと話し合っております。で、そうした場合はですね、ちょっと期間をずらすですとか、そういったところは柔軟に考えていきたいと思っております。それとこの期間の問題ですけども、通常はしご酒をされる場合は1週間ですとか2週間ですとかのもっと短い期間で行われているんですけど、今回うちからお願いいたしまして26日間と約1ヶ月間年始過ぎまして閑散期の時期を26日間と当てたところでございます。なります。委員、今その見込みとしてはもう完売する予定ですか、その飲食業組合さんの、まあ、手応えも含めて、そのまあまだ今からなんだろうけど、どんな感じなんだろう。はい、松永商工交番振興課長。はい、通常飲食業組合さん独自でされている場合ですと3000冊を売っているというところでございますけれども、この今回プレミアがいろいろついてますので4000冊というところで、これはもうすぐ売り切れてしまうだろうというふうに
踏んでらっしゃいます。はい、成松委員。まあ、担当課がまた一生懸命ですね、考えながら、やっているものの、コロナ禍ということで、イレギュラーなことであったりとか、結果論でまたいろいろ言われるところも あるんで、執行部も大変なところはあるかと思いますが、その危機管理的なことと、あと、課題になるその取り扱いのやり方ですね、私が最初に冒頭に言った、アナログも併用しながら、こうデジタルは積極的に推進していくのはいいんだけれども、やっぱりそういったこう高齢者の方を意識したり、誰も取り残さないというようなのが本当は実は一番難しいところなんだけど、そこは含めて考えていただければと、最後は要望ですけど、はいはい、松永商工公安振興課長、はい、すいません、販売方法をちょっと申し上げておりませんでした。社交飲食業組合さんとですね、いろいろ話す中でデジタルの話もしましたけども、今議員おっしゃる通り、店舗側も使う方もまだまだそういったところが不慣れな方が多いんで、今回は紙ベースで、はしご酒に関しまして紙ベースでいくと、ゆくゆくはですねデジタルも検討していくというところで、今回は進めていきたいと思っております。以上でございます。はい、以上。なりますい、はい、どっちでいくとあんまり言わんがええというかDX は DX で進めなきゃ、併用で、そういう柔軟な考えで今後も進めていってもらえばと思います。以上です。以上ですね。はい、はい、他にありませんか。はい、野崎。はい、原油高騰対策のやつで、貨物の方ですね、これに補助するっていうようなやつなんですけど、これが対象事業所がその資本金3億円以下または常時使用する従業員300人以下とかっていう決まりがあるみたいなんですけど、これはそのどういった線引きで決められたんですか。はい、松永商工公安振興課長。資本金3億円以下または常時使用する従業員が300人以下というのがですね、中小企業法のですね、法律に基づいての中小企業個人事業者のことを指しますもんですから、そういったところでございます。野崎、分かりました。でこれをその合致するようなところで、八千代市内でその合致するような企業というのをそのピックアップして、この予算立てされたということでよろしいんですか。松永商工公安振興課長。はい、はい、台数等のですね、は九州運輸局の市町村別車両統計とか八千代市統計年間等ございますので、そこから数字は積算をしております。以上でございます。わかりました、ありがとうございます。他に質疑ありませんか。ありません、はい、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。はい、野崎委員。はい、先ほどからですね、委員の皆さんからも何回も言われてますけど、プレミアム商品券ですね、今第2弾募集とかっていうのやってるのがあって、やっぱり知らない方がたくさんいらっしゃるんですよ。私の周りも聞いてびっくりするぐらい知らないんですよ。でその時のですね、予算のやつちょっと見返してみたら、やっぱりその広告宣伝費みたいなやつがですね、全然なかったんですよね。だけど多分丸投げして商工会議所さんにお願いしてっていうところだけで終わってたと思うんですけど、今回この飲食業界のやつは広告宣伝費もですねきちんと取られてるっていうようなことがあって、非常に感心してます。でいろんな方々がですね利用できるように、やっぱり今回いっぱいされますけれども、やつを市としてもですね頑張っていただきたいなというふうに思います。でうまくこう経済回していくようにですね取り組んでいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。委員長、堀口委員。はい、
まあ、要望なんですけども、まあ、こういう今経済を回すというお話がたくさん出てきて、まあ、コロナ禍の中でもう2年3年も、もう非常に疲弊した状況の中で、まあ、飲食業も大変な他の企業も大変だと思うんで、こういったやつをですね、まあ、国の補助があるから出せますよということではなくて、やっぱ定期的にですね、年に何回か3回か4回ぐらい、こういったやつをもう立て続けにやっていく必要があるというふうに私は思ってますんで、その辺のところも含めてですね、ぜひ企画の方をよろしくお願いしたいなと思います。以上です。他にありませんか。ありません。ないようです。それではこれより採決いたします。議案第89号令和4年度八代市一般会計補正予算第9号中当委員会関係分については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手 全員と認め本案は原案の通り可決されました。執行部はお答えしてください。ありがとうございました。以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。お諮りいたします。当委員会報告書及び委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。なし。ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって経済企業委員会を散会いたします。